特急乗車スタートです。世界は目に見えるものが全てではない。夢見る力、想像する力、すなわちイマジネーションを持つ者だけが見ることができる世界がある。イマジネーション、それは不可能を可能にし世界に光を灯す無限の力である。しかし光を嫌う闇もまた存在する。ご乗車ありがとうございます。このショーは神隠し経由ガキ捨て山行きでございます。いい闇を感じるぞ。子供たちよ、もっと泣け。シャドウライン、彼らは世界の影に住む。そしてその目的は世界を闇で包むことである。子供たちの泣き声は極上のいい闇となるに違いない。闇の皇帝をお迎えするためにシャドーラインの路線を広げなければ。イマジネーションを失った世界は闇に進む。特急チェンジ、変身いたします。白線の内側に下がってお待ちください。特急1号、特急1号、そして彼らに対抗する存在がレインボーラインである。列車戦隊特急ジャーである。お前たち、これ以上子供たちに指一本触れさせはしないぞ。俺が相手だ。さあかかってこい。指自由に操る特急じゃけ。イマジネーション邪魔な力だ。我らシャドウラインがレインボーラインを乗っ取り、この世界を闇に包む。バックシャドウ、はいはい、皇帝をこの地上にお呼びするためには
もっと上質な闇が必要だ。人間たちの悲しみ苦しみ、闇の心をたくさん集め、我らの皇帝をこの地上、誰か来たよ。特急1号がこの会場の近くに現れたということは、他の特急ジャーも来ているに違いない。お前たち戦闘配置につけ。特急じゃなか鈍行じゃなか知らんが、今日ここがやつらの終着駅だ。それにしてもシャドーラインの連中どこに行ったのかしら。初めて会うんだから挨拶しなきゃ。会場のみんな、こんにちは。あれれ、声が小さいな。もう一度行くよ。みんな、こんにちは。元気元気、20ドル。私は特急5号神楽、よろしくね。みんなを襲ってきた連中はシャドーラインといって、この世界を闇で覆い支配を企む恐ろしい連中なの。でも安心して、私たち特急ジャーがいる限り絶対みんなの平和は守り抜くから。それにしてもあいつらどこに行ったんだろう。何もいないじゃない。え、後ろ？いつの間に？答えは簡単。奴らを倒すためのおとりになっていただけ。うわぁ、やだ。泣いたからといって、はいそうですか、と返すわけにはいかないね。クローズ。このお父ちゃんを、へへへ、可愛がってやんな。力か。早いうち始末しておいた方が良さそうだな。覚悟していただこうか。射撃の基本は両手で持って脇を締めて撃ちます。ぬ、大丈夫か。は
ありがとうトカッチ。へ、一人増えたところで問題なし。まとめて片付けてやる。そうはいかない、行くぞ。よくやったバックシャドウ。ありがたきお言葉。お前の力相当なもんだ。奴らのイマジネーションを十分上回っている。だが奴らのイマジネーションは子供たちの応援でより強力になっているらしい。ここは作戦を変えて我々が子供たちを手なずけるとしよう。まずは初めて会うからな、挨拶だ。俺が押すと言ったら大きな声でお前たち押すと返せ。全員だ、いい、行くぞ、押す。子供の声はよく聞こえるが大人の声が全く聞こえない。特に前の方に座ってるのに黙ったままのお父ちゃん。ショーは初めてか。ちょうどいい、この方一人でやっていただく。オスだ、頼むぞ。オスオス、めちゃくちゃ気合入ってるな。おちしゃれ、非常によろしい。今のお父さんのように元気なオスおちゃん。それではまずは会場に集まった父ちゃんだけでいくぞ。父ちゃん手を挙げろ。恥ずかしがってる場合じゃないで、しっかり手を挙げろ。子供は手を下げろ。父ちゃんだけだ。お前ら父ちゃんじゃねえだろ。父ちゃん行くぞ。父ちゃん押す押す。素晴らしい、いい声じゃないか。それでは続いて綺麗なお母様お姉様もたくさんお越しになられてるようだ。お母様お姉様、はい、手を挙げて、しっかりお姉様手を挙げてくださいよ。お姉様もいいですか。お姉様よろしいですか。はい、じゃあ行きますよ。お母様お姉様、オース。協力的で非常によろしい。次は新内ちびっこだ。まずは反射神経のテスト。私がはいと言ったら手を挙げろ。はい。はい。お前ら5万年ぐらい遅いわ。はい。はい。おろせおろせおろせ。はいと言ったらすぐ挙げろ。はい。はい。おろせ。はいと言ったら手を挙げろ。わかるな。はい。よし、それではちびっこだけでいくぞ。ちびっこ、押す。声が小さいな。ちびっこ、押す。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 やかましい。まあ元気があって非常によろしい。この会場に集まった子供たちを今からビシバシとテストを行う。2名の子供にしよう。今日のターゲットはズバリ赤色だ。赤い服、赤い帽子、赤いズボン、赤いほっぺの赤ちゃんでも構わず、
さあ二人の子供をステージに連れてこい。余計クローズカッカバックシャドウ。はいはい。さてどいつがいいか。だがバックシャドウ、ここまでことが進めばあとはお前たちだけでも大丈夫だろう。よし、それでは奴らを処刑し、レインボーロードを我らの線路に塗り替えるのだ。さあついてこい。無様な姿だね。ここで貴様らを始末するのはいとも簡単だ。だがどうせなら5人まとめて倒した方が俺様の株も上がるってもんだ。おい会場の子供たち、5人揃った特急じゃ見たいか。はい見たい友達。はーい。おいなんだそれぼっちか。じゃあくたばれ。いや待って、その前にまずはお前たちの列車からいただこうか。その列車に乗っておいしい駅弁食いながら綺麗な景色を見つつ暴走するのもこれまたオツというもんだ。うるさい、今取り込み中だ。どうして？うるさいって言ってるやろ。なに？お前がバカなことをやってる間に仲間は助けさせてもらったよ。みんな着せ。特急1号、特急1号、特急2号、特急2号、特急3号、特急3号、特急4号、特急4号、特急5号、特急5号。東京東名所列車戦隊特急だ。行くぞ、出発進行。会場のみんな
シャドーラインに勝つことができた。今日の応援は絶対に忘れないからね。ありがとう。じゃあこれからも俺たち特急ジャーのこと応援よろしく頼むぜ。よろしくな。じゃあまたどこかで会おう。特急ジャー出発。